日本関東地方神奈川県横浜市磯国、中原中原は横浜市磯国の町名。現行行政地名は中原1丁目から中原指定目。住居表示実施済み区域。磯国中部の海沿いに位置する。南北を走る京急本線の東側北部が1丁目、南部が2丁目、同線路西側北部が3丁目、南部が4丁目となっている。 1.2丁目の東側を国道16号、磯子産業道路 JR 根岸線が並行する。国道16号は以前の根岸湾の海岸線を走る道路であり、これより東側は1959年から1964年にかけて造成された埋め立て地である。国道沿いにはファミリーレストランなどのロードサイド型店舗、新杉田駅近くには 新杉田ボールなどがある。IHI の造船所に近く、塗料会社の営業所も見られる。かつての倉木郡森高田村、森蔵式村から分村してできた森中原村であり、1889年に、磯子、岡村、滝頭、森、杉田の各村と合併、屏風部村大和中原となる。以前は、ネギシワに面し、海水浴場も開設されていたが、 1959年から1964年にかけて埋め立てが行われ、海側に新中原町と新杉田町が設けられた。地名は森見村の中心の平坦な土地であることから名付けられた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。南北に京急本線と JR 根岸線が通るが、町内に 駅はない。南部は、京急杉田駅と JR 新杉田駅に近く、北端近くは、京急病部浦駅が、最寄りとなる。国道16号には、中原と堺橋の二つの停留所があり、横浜駅、杉田、磯子駅追い浜,浜の京浜急行バスが利用できるほか、磯子駅と峰の里を結ぶバスが2丁目の国道から、離れた地区を経由する。町内の警察の管轄区域は、 以下の通りである、中原町に関するカテゴリー、ありがとうございます。